どうも、夏目です。どうも、なるみです。なるみさんって結構取材いっぱいしたりされたりしてると思うんですけど。そうっすね。まあ圧倒的にする方が多いわけですけどね。なんか今まで受けてなのか横で見ててなのか、良かったインタビューっていうのありますか？良かったインタビュー、僕が取材されてとか誰かの見てってことですよね。うん、なんだろうなぁ。僕ね、はい、先にその間になるみさんが考えるとして、僕すぐに思い出したのは、うん、テッククランチ西村さん、AOL 西村さん、はい、あの人といくつか行ったんですけど、ツイキャスかなの取材行ったりした時、いや他のもそうですけど、あの人の取材ついてった時ですかね。僕は西村さんというのはね、元テックランチ編集長で、その後 Google を経て今はベンチャーキャピタルでいろんなコンテンツ作ってる方ですけどね。まあすごいですね。すごい。あの、僕も本当尊敬する編集者記者の方でね、ずっともう十何年後ろを見てきてるっていう感じなので、西村さんはすごいです。さすがにすげえなー。まあテックランチの編集長になるぐらいなんでね、ですけど、何がすごいって、あのね、僕はね横丁でただついてくだけの係だったんですけど、はい、もう編集の余地がないじゃんそれって。もうなんだろう、いいじゃん、もう話聞いてて、あ、なんかシェアされるわーって思いましたもん、話聞きながら。そうっすね、うまい、聞き方もうまい、西村さんはね、うまい。僕どうしても無駄なこと聞いちゃったり話したりしちゃうんですけど、そういうのがなんか綺麗に、で、あと相手、なんだろう、話したくなるような質問の仕方して引き出して、で、相手がテンション上がったら結構ね、あの人そっち側に合わせたりもするんですよ。媒体によるんですけど。わかる。それはなんかインタビューの記事とかって結構誰に何を聞くかで全て決まるんですよね。まあ、僕は少なくともそう思ってて、この人にこの内容で聞けば確実に面白くなるっていう、そこで多分7割8割決まると思うんですよ、立て付けで。でそこを作るのも西村さんすごくうまいし、かつ現場で話を引き出すのもうまいし、相手が乗ってきたらそこをさらに深掘りして喋らせて、でタイトルになるようないいワードを言わせるみたいなね、そういったやり取りもめちゃめちゃうまいし、かつ最後にね、執筆のところももちろん最高に上手な方なので、やっぱ出てくるものは違うよね。それあるね。今ね、あのコーラルキャピタルっていう VC でその会社のブログ、会社のメディアがあるんだけどね、そこの編集長されてて、で毎日いろんな翻訳記事出したりとか、あと西村さんのオピニオン出したりするんですけど、まあいい記事ばっかだね。うまいっすよね。でなんかちょっと議論になりそうな、賛否ありそうなこともしっかりちゃんとこういうテーマ話し合おうよっていう立て付けでやるので、なんか賛否両論の炎上とかじゃないんですよ。きっちり、あの、なんだろう、生産的な議論が起きるような記事を書かれる方なのでね、まあプロ中のプロっすよね、ああいう人はね。年齢それなりにぼちぼちいい年齢ですよね。まあ40代半ばぐらいじゃないですかね。そうっすよね。でこれだけね、やっぱね、キャリアがあると、なんかね、今時はちょっと若造たちが、あの、ライターだのなんだので SEO でなんだのって言ってますけど、やっぱやっぱなんかね、全然違うんだなっていうのはね。確かにね、なんかそうだね。ライターっていう職業もさ、次喋りにくいけどさ、誰でもできますよあれは。そうだね。ウェブの媒体とかオウンドメディアできてから、やっぱライターを名乗る人っても増えてきたと思うし、まあどっか話したけど、ピンキリですよ。だから何がいいんだろうな。なんかね、僕が見てるとね、こう邪魔なものがないというか、文章に、スススってちゃんと読めるんですよ。こうなんか変な句読点句読点だったりね、別にそういうの分かんないですよ、僕は全然詳しくないので分かんないですけど、なんか読みづらいなと思ってほいって飛ばしちゃったりするんですけど、西村さんの、あ、これって書いてんの誰だろう、あ、西村さんがやっぱりね、みたいなのが結果そうだっていうのが多いかもしれないです。やっぱね、過不足なく必要なことがちゃんと書いてあって、コンパクトにまとまってて、最後まで読むとちゃんと学びがあり、違う視点が見えるっていうのはいい記事だと思うんですけどね。そのために必要なことをやるだけなんですよね。だから、はい、どうも、ライターの西村です、みたいな始まりはしないじゃん、あの人。当たり前だけど。自分の顔が最初に来て。そうそうそう、しないじゃん。それは、その記事に必要ないからしないんだよね、当然。けど、アルファとかヨッピーさんは、それが必要だからやりますよね。そうそうそう。あれは僕、あれはあれでいいと思いますよ。必要だからね。たださ、必要ないのにやる人増えてきてるじゃん。本当にそこ、ライターの名前を最初に名乗る必要あんのとかさ、本当に LINE みたいな会話帳にする必要あんのみたいな、めちゃめちゃ増えてるわけじゃないですか。後で消そう。なんかね、最後にいかがでしたかっていうのがある文章が苦手っていうのが、はいはい、それはもうすごい有名な人もいますね。ネットミームですよね。いかがでしたかブログみたいなやつはね、要はバイラルメディアといえばいかがでしたかみたいなイメージついてますけど、僕は、はい、ライターをないないですけど始まる、はい、あれも結構きついなと思いますけどね。あ、でもそれで始まった方がいいものもあるんですよ。例えばそのライターのプロフィールとか、
ストーリーと記事がすごいマッチしてるとかね、はい、そのライターがこういう過去があるからこの記事をやってますみたいな、うんうん、つながりがしっかりあれば必要なことだったりするんですよ。そうじゃないならいらないと。全然いらない。あとインタビュイー、要は話聞く人の顔写真の誰だよってのがいらないんですよ。僕はインタビュイーが死んでてきた時点で消しますね。閉じる。皆さん、西村さんがインタビューした時に西村さん見たことありますか？ないでしょ。ないね。ないんですよ。なんてね。すべて人から聞いた話なんですけど。ね。僕たちが思ってることじゃなくてね。ではないですけどね。どんぐり FM。僕ね、インタビュー記事とかね、すごい上手だなと思う記者誰かっていうと、うん、バズフィードのカンパさんですね。あ、知ってる？これ多分ね、カンパ亮介さん。僕はわかります。わかんない人多いんじゃないかな。なんかリンクあります？今リンクは送ったんですけど、うん、カンパ亮介さんっていう記者がバズフィードいるんですけど、この人やっぱ記事書くのめっちゃうまいですね。うん、僕の中では一番うまいんじゃないかな説がありますけどね。まあ、たくさんのいろんなライターさんがいますけども、もともとね、朝日新聞にいて、ウィズニュースとかで記者やっていた人なんですけどね。カンバさん何がすごいって、やっぱね、例えばインタビュー記事とかで、質問考えるのめっちゃうまいなと思うんですよ。うん。例えば、なんだろうね、最近香水って曲あったじゃないですか。うん。で、香水っていう曲を歌ってる人。うん。エイトみたいな名前の人。エイトみたいな人に取材したときに、こっそりドルチェ&ガンパーナの香水つけてって、1時間に話聞いて、最後に僕の香り分かりましたかみたいに聞くみたいな記事があったりしてさ、そういう仕込みとかも超面白いしさ、あと一回僕がなんかね、グレイの取材したことあるんですよね。うん、これ僕がなんですけど、うん、ただその時、まあ僕はなんか普通にグレイの曲はまあ一通り聞いたことあるなぐらいなので、めちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですよね。うん、だからカンバさんに、聞くとしたらどういうの聞きますって言ったら、これはあれでしょ、グレイが誘惑に負けた瞬間なんですかって聞いた方がいいですよ。それはもうシェアされる。もうそうなんですよ。うん。そう。面白くない？面白い。ね。それじゃん、完全に。完全にそれ。これ、すごく言いたいのが、僕がね、リクルートの時に、メディアやって、オンデメディアやって、編集長やってたんですけど、うん。で、その時に、もうずっと何度もね、どんぐりと話してますけど、うん、握力の人の記事。ああ、はいはいはい。握力日本一ですの人の記事。この筋肉ムキムキな人が魚拓の会社やってるんで、うん、取材行きましょうってなった時に、もうね、これシェアされるじゃん、もう、つってね。そうそう。やっぱいい記事って、誰にどういう立て付けで人を聞きに行ってっていう段階でもう想像できるんだよね。だって僕も想像できたもん。取材の内容が筋肉すごすぎて、頭に入ってこないっていうコメントが想像できた。そう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 。できるよね。できる。で、絶対いけるからっつって、うん、1ヶ月でね、PV の目標終わったのを月末と月初に出したんですよね。そう。30日と1日に前編後編出して、2ヶ月間の目標ね、速攻で達成っていうね。さっくりクリアするっていうね。ずるすぎ。しょうもないことやったよね。しょうもないけど。もうでもね、そういうことなんですよ。だって、グレーにさ、うん、誘惑に負けたの聞いたら、もう面白いじゃん、それ。絶対面白いじゃん。うん。っていうさ、なんだろうね、この人にはこれを聞けば面白いじゃんっていうのを、はい、呼吸するように出てくる人なんだよね。それはなんで出せるんだろう、すごいな。うん。だからやっぱカンバさんの記事はどれも面白いと思うし、はいはい、あとカンバさん自体もめちゃめちゃいい人なんですよ。はい。なのでね、ぜひね、カンバさんの記事読んでほしいですね、もっとね。うん。あとなんだっけな、鈴木正幸っているじゃん。うん。違う、そうじゃないの記事。そう。知ってる。なんて聞いたかもう想像できるでしょ。鈴木雅之がちょっと違うなと思った瞬間は何ですかって聞いたらしいからね。それカンパ方程式があるのよ、多分。いや、ありますね。うん。これ、抽象化したらなんかできそうだな。そうそう、抽象化できるじゃん、これって。できる。ある A という人の代表作 B があるとします。うん。それに絡めて、こう聞きますみたいな、なんかちょっと抽象化できるよね。できる。それをきっちり聞いて、なんだろう、サクッと引き出し、記事に仕上げて大量に持ってくるみたいな能力はまたちょっと別ではあるけど、はいはい。真似できることがあると思うんだよね。うん。でもそこのな、切り口、そこの抽象化までいけるけど、もうちょっとちゃんと形にしないと、多分、何聞いたらいいか分かんない人が多そうっすよね、うん、普通は。やりたいなと思いつつも。うん、そうだね。よくあるんだよな、でも、インタビューしませんかっていう依頼はさ、うん。本当書く、方々からいただいてさ、うん、全部できればいいけれど、なかなか手が回らないときに、一
一番決め手になるのはさ、例えばこれ聞いたら面白いなと思いつくかどうかと思うんだよね、うん、そういうのをなんか、まあ、これポッドキャスト話すことかわからないけど、あの企業の広報サイドからこの人にこういう話聞くと面白いんじゃないですかみたいなね、うん、ちょっと看板方程式で何か提案できると、あ、いいですね、それはいいいいんだろうなと思うね。記事になる確率高くなるし、うん、でそういう提案をしてくる広報さん PR の方って結構いるんだけど、はい、やっぱそういう人はすごい優秀だし活躍されてるなと思うんだよね。いや、そうっすよね。うん、じゃあセブンイレブンの社長に質問します。セブンイレブンか、あなたがいい気分な時は何ですかみたいな、こういうことでしょそういうことでしょ。なんかね、行き過ぎるとダジャレおじさんみたいになるんだよね。そうじゃないんだよ。そう、でもそういうことでしょ、ね、セブンイレブンいい気分の、そうそうそう、そういうことでしょ。そう、そういうことなんだよ。うん、そうなんですよ。なんだろうな、すぐ出てこないな、こういうのがパッてね、いいパッと出ればいいんですよね。なんだろうね、あなたの心がサラダチキンになった時はみたいな、なんかそういうことですよね。いいの、まあ、言いたいこと、言いたいこととして言いたいことはそう、うん、まああと気になること率直に聞いちゃうとかね、うん、ぶっちゃけローソンとファミマどっちが嫌いですかみたいなね。はい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 、あ、いい、でもそういうのをねパッてできる、いや、この方はすごいですね。いや、神場さんはすごいですね。あの西村さんもね、僕はすごい尊敬してますけど、神場さんもだいぶ尊敬してますね。神場さんって結構前からバズフィードなんですか？ 2,3 年ぐらいじゃないですか。そうなんです。うん、神場さんが次朝日新聞行くんでしたっけ？朝日新聞から来たんだよな。あ、そっか。戻るか分からんけどね。ちょっとそれ言うとね、怒られちゃうからな。来て戻ったらすごいよね。でね、いやいやいや、はい、インタビューね、いろんなインタビューの方法やね、人がいますね。ありますね。うん。うん、ぜひね、我こそはインタビューしたいという方は連絡いただくと、多分大体返信しないと思うんですけど、え？あ、確かにいいっすね。何？なんか、インタビュー記事を書いてみたいとかね。はいはい。ほんと、ライターじゃない方でも。やだ、もし僕はやだわ。また巻き込まれるのやだもん。